空飛ぶ悪魔。気場から投下された手記。1。ボーイング短崎の失踪。坂上ジ,ジ氏は、愛機、40忘年型ボーイング機、JB3A5 を買って、昨13日午後10時、大阪国際飛行場を離陸したまま、行方不明になった。 同期は最高速力毎時350マイル、航続時間25時間の優秀期で、本日未明、金華山沖を東に向かって飛行する同期を認めたとの法あるも真偽不明。明日の新聞にはこうした記事が掲載されるであろう。今午後9時20分、北緯50度。 統計165度の辺りを大剣航空路に沿ってただ一路東に向かって飛んでいる昨夜の10時大阪国際飛行場を出発してそのままずっと飛行を継続しているのだ星一つ見えない暗黒の闇だが不気味なほど気流はいいほとんど総住宅に触れる必要もないほどだ 皇続時間はあと4時間を余すのみ。しかし2時間もあれば、この手記を終わり得ると考える。積載燃料のすべてが消費し尽くされる1時間前には、横浜に向けて航行中の北太平洋汽船会社シルバースター号の船営を認め得るはずだ。自分はこの手記を通信塔に入れ、 線の甲板に投下する二自分はサリこをどれほど愛していたことか彼女も自分には好意を持っていたそうしたことにはいささかの疑いもない彼女は自分に唇を許したことによってそれを表示したではないかがしかし許されたものは自分一人ではなかったのだ 私はそうしたことを知ると同時にライバルであり親友である清川に手紙を書いた2人のうちいずれかが彼女から手を引かねばならないこの問題を解決するために3人で面会したい彼は快諾した3人は会ったサリコは2人きりで会う時のような快活さで言った私は お二人とも同じほど好きよ。同じようにお付き合いさせていただくわ。けれど、もしそれがいけなかったら、あなた方、お二人で勝手に私の相手をお決めなさいよ、ね。小野が唇を許した二人の男を前に、こうまでも高顔であり、無知である彼女の態度は、下げすまれるべく十分であった。しかし、 私たちは明らかにしいていた自分の体内から騎士道も武士の魂も抜け去っていたいかなる手段を講じても彼女は自分のものだ私はこう心に決めたその瞬間ある卑劣な決闘の方法が頭に浮かんだのだ三どうした方法で この問題を解決するんだ彼は質問するように鋭く言い放った。私は彼の目の前に週刊雑誌アークティックを置いた。これを利用するんだ。私はこう言って最後のページに載せられた社国を彼に示した。オーナーフライヤーの参加を希望す。本誌『アークティック主催のもとに。 本月25日、日、土曜日午後10時より大阪・東京間を指定区域とせる飛行機による宝探しを挙行する参加資格はアマチュアオーナーフライヤーに限る集合場所及び出発点は大阪国際飛行場3期までの共同参加を許し相互間の無線電話による連絡も妨げない 参加機の離陸にあたって、本社係員より原封せる封筒が飛行士に手渡される。機は直ちに出発を命令される。封筒には一編のポエムまたは和歌が記されている。このポエムまたは和歌は、東京大阪間の一市町村付属の飛行場を暗示させる。飛行士はそれを介し、 指定された場所に向かって最短コースを飛行する指定飛行場では常時使用せる航空標識は全部消灯しただ場の中央なる地上に本紙名アークティックを意味する英字の最初の一文字すなわち A をネオンサインで表した文字を置くこれは10フィート平方の大きさで赤く点灯される。 参加機は、このレター発見と同時に水平飛行に移り、同標識を中心に直径200メートルの円を3回連続して描く。第3回目の終わりに、地上より第2の目的地を意味するポエム、または和歌がラジオによって送られる。4. これをどうするのだ清川は、 不審そうに私を見た。私は静かにタバコに火をつけた。僕たち三人でこれに参加するんだ。三機編隊で飛ぶ。サリコさんが第一番機右翼と左翼は君と僕だ。リーダーはサリコさんだ。僕たちはこんなことを言えば主催者には失礼だが、細物それ自体には何の興味もない。 僕たちの三機は無電で連絡を取りながら飛ぶ。暗号の解読も三人が無電を通じて行う。記載された飛行場がわかると、同所まで飛ぶ。これは、どこにあるか、僕たちの誰にもわからない。しかし、市町村に付属するものであるというから、夜間発着には十分の広さがあるはずだ。標識の全部は消灯されているが、 場の中央を示す A のネオンサインがある。これを頼りに降りるのだ。無事故で着陸した方が勝ちだ。第一飛行場で勝負がつかなければ、第二、第三と、すなわち A、R、C、T、I、C の各文字のネオン標識を有する最後の飛行場まで、この決闘を継続するのだ。 承知した。彼は目を血走らせてこう言った。名詞は交換されたのである。三機は変態で離陸した。一番機はサリ子だ。ほど近く航空標識の緑白光。三連線光が正しい十秒の間隔を置いて星ばかりの暗い夜空を突き刺している。 私は彼女の唇を思わせるような一番木の真っ赤な尾灯をじっと見つめながら注意深く操縦宅を握っていた左翼が清川右翼が自分だサリコさん封を切りましたか私は無電の創話機に口を当てて彼女に話しかけた彼女の声がレシーバーに聞こえた まだですのもうすこしのぼってからみるほうがいいでしょうそうですねすこしコードをとっておくほうがどの方こうへとぶにしてもいいでしょうねえ清川くんそうだかれのこえがきこえた3きはへんたいのままぐんぐんとのぼっていったふうをきりますよサリ子のこえだおやたんかよ とても日本趣味ね。万葉集の歌らしいわ。読みますよ。お二人とも聞いていてちょうだい。ひこぼしと七夕爪とこよいあう。天の川とに波立つな夢。天の川とに。清川の声が聞こえた。それじゃあ川と飛行場ですね。坂君、そう考えないかいそうだろう。そうに違いない。 あれは、いぶき山の山麓に新しくできた飛行場だったな。私は、総和機を通じて答えた。清川の得意げな声が聞こえていた。ねえ、サリコさん、暗号だなんて、ひどく驚かせましたが、これでは暗号じゃありませんね。サリコの第一番機は、手際よく、急旋回で機種をめぐらせた。発動機の調子はいい。 深い眠りに陥っている大阪の町が雲の下にかすかに瞬いている6もうきているんじゃないか清川の声が受話器に聞こえたうんもうきているはずだサリこさん少しコードを下げましょうかええ彼女がこう答えた瞬間。見えるよネオンが見える 左方前方二キロ。清川の声だ私たちは下火じを取ったネオンサインの A が鮮明の度を増してきた飛行場には灯価はない私は自分ではこう考えたしかし確か東西一千メートル、南北二百メートルの広さがあるはずだネオンサインは場の中央に置かれてある そうすれば、文字に接近した前後左右のいずれかに100メートル以内の滑走で着陸すれば何の事故も起こりえないわけだ。清川君、私は総脇に口を当てて彼に呼びかけた。用意はいいか。うん、先に行くぞ。彼は自信に満ちた言葉を私の受話器に残したまま急角度で加工していった。 セーフランンディングをサリコの声が小さく受話器に聞こえた私たちは上空を旋回しながら彼の尾糖を見守っていたと地上付近で突如闇に消えた不気味な予感が私の背を走った私は暗黒の地上を行視し続けたが無事着陸を意味する 何の信号も送られてこない。二分、三分と、今まで真っ赤の工房を放っていたネオンサインの付近に大きな火柱が立った。あ<っ>私とサリ子はほとんど同時に叫んだ。一体どうしたのでしょう何か変わったことがあったようですね。見てきましょう。自分は注意深く旋回しながら木を下げた。高度計は、 二百メートル、百五十メートルと下がっていった。と、下は水だ。海ではない。すれば湖水、琵琶湖だ。地面とばかしを持っていた下界は疑いもなく琵琶湖の真ん中だ。サリコさん、下は水だ。こう叫ぶと、私はぐいっと上げかじを取った。では、 清川さんは、彼女の声が受話器を通じて聞こえる。私は上を見た。と、突然、彼女の機種が真下を向いた。あ危ない私が思わず、こう叫んだ瞬間、彼女の低い声が受話器に響いた。清川さん。彼女の機体は矢のように落下していった。サリコさん。 サリコさん。自分はレシーバーに口を当ててこう叫び続けた湖水の水面とすれすれに幾度か飛び回ったしかしどこにも彼女の姿は見えなかった親友清川のみか愛する彼女までも飲み込んだ漆黒の湖水面はものすごいまでに静寂そのものだった7 夕べのように今夜も星が美しい。海面から五十メートルの低空を私は東へ東へと飛び続けている。私の愛機はあと数時間で主人諸とも波荒い太平洋の木図となることも知らずにいとも調子よく活動を続けている。サリコは自分たち二人を同じ程度に愛している。 私は思い詰めていた。しかし、彼女の心の底に刻みつけられていたものは清川一人であったのだ。私は潔く二人から手を引くべきであった。自分たちに態度を明らかにしなかった彼女にも一般の責めはある。しかし、なぜ私は彼女のそうした心持ちを監視することができなかったのであろう。私の自負心は、 私にこう考えさせていた。彼女は自分でも言っているように彼と自分とを同じ程度に愛しているのだ。と私は自分にこう言った。よし、では自分が彼女の心を消してやる。清川を地上から抹殺すればそれでいいのだ。そうすれば彼女は完全に自分のものになるのだ。私は、 非常に周到な用意を持って、この計画を遂行した。自分ながら、賞賛に値するほど手際よく、すべてが運ばれたのである。しかし、清川を失ったサリ子は、この世に希望をなくしてしまったのだ。彼一人を殺害すべく図ったこの計画は、愛する彼女をも湖水の底に沈めたのである。私は、 このをを完全にする目的を持って、「いかなる方法によってこの殺人が行われたかを記しておかねばならない」そしてそのために話を元へ戻すことを許されたい「三期は並んで出発命令を待っていた」「主催者アークティックの係の人が私に近づいた」「じゃあしっかりやってください」 そう言って、私に第一通過飛行場を示す封筒を手渡した。ありがとう。きっと一等賞をいただきますよ。私は封筒を一番機のサリコに渡した。サリコさん、まだ封を切っては反則になりますよ。機体が地上を離れてからでないとダメです。私は彼女にこう注意した。用意はできた。 発動動機は活動を開始した。自分たちの3機は翼を並べて離陸した自分のポケットには雑誌社の係員から手渡された封筒が残されているサリコに渡したものは自分が前もって用意しておいた偽造のものだその内容は川と飛行場を意味する A の文字を表したネオンサインも自分の手によって用意されている が場所は飛行場の中央ではない湖水の中央だネオンはモーターボートにしつらえられた偽りの標識であるそれを目当てに着陸する飛行機は搭乗者とともに千個の謎を秘めた湖の底深く葬られるのだそして殺人のすべての証拠を隠滅するためにネオンサインを載せたボートには 電気時計と爆薬が装置してあるそれは無人の船内で不気味な時を刻んでいるはずだ彼の水槽が終わった5分または10分の後に彼を固定に導いた悪魔の標識も船もろともに湖水の底に没するのである、9. この手記もこれで終わりだ もう何も吹きすることはない。あと30分東へ飛んで、そして太平洋の波間に機種を突っ込むのだ。清川君、さりちゃん、もうすぐ君たちに会えるんだ。